平成7年1月17日に阪神淡路大震災が、平成23年3月11日には東日本大震災が発生し、多数の死者、行方不明者を出す大災害となりました。香川県でも過去の南海地震等により人命や建物等に大きな被害が発生しており、今後30年以内には約 70% の確率で南海トラフを震源とする大規模地震が発生すると言われています。地震などの自然災害はいつ発生するか分かりません。皆さん、災害への備えは十分ですか？平成27年11月、香川県消防学校において中国四国管区警察局と香川県警察の共催により、中国四国管区合同広域緊急援助隊等災害警備訓練が行われました。大規模災害発生に備え、中国四国管区広域緊急援助隊等の警察部隊及び関係機関合同による総合的な災害訓練を行うことで、災害警備活動に対する各機関の連携強化と救出・救助活動の連度向上を図り、有事即応体制を確立することを目的としています。訓練は早朝6時、高松市を震源地とする震度6強の地震が発生、県下全域でビル・家屋が倒壊、また前日までの降雨により山間部では土砂災害が発生するなど、多数の死者・行方不明者が出ているという想定で開始されました。まずオフロードバイクによる先行情報収集部隊が先行し、無線とカメラで現場の情報をいち早く伝えます。また上空からは県警ヘリコプターが被害状況をヘリコプターテレビシステムで災害警備本部等に映像を配信します。現場の情報をもとに指揮所で各災害地へ誰がどのように救出するか指示を行います。こちらは高速道路のジャンクションを想定した訓練現場です。地震により多重事故が発生し、運転手が車内に閉じ込められています。呼びかけ及び道具を使って車のドアをこじ開け、負傷者を救出します。ビルの倒壊を想定した現場です。瓦礫の中に取り残された人はいないか呼びかけを行います。また中から応答する声がないか、音を出さないサイレントの時間を設けて耳を澄ませます。土砂崩れによる家屋倒壊を想定した現場です。屋根の下に挟まれた被害者を励ましながら救出します。土砂に埋まった人がいないか救助犬を使って調査をしています。他にも増水した川の中州に取り残された人々の救出、高層ビルに取り残された人々の救出訓練が行われました。救出された人は DMAT によってトリアージ及び救護が行われます。亡くなった人は検視所に運ばれ、検視と身元確認を行います。このように警察、自衛隊、消防、病院等各機関が協力し、一刻も早い被災者の救護をすべく訓練を行いました。地震のみならず自然災害はいつ起こるか分かりません。いざという時に備えて、避難場所、避難経路の確認や非常食の備蓄など、ご家族で話し合ってください。